はい、マゴニーです。ご無沙汰してます。てか、今日は若鶴釣りに久々に、まあ、ドライブ中でございます。またしばらくね、あのドライブ続くんで、また映像の方で、で雪もね、ちょっとこよ降りになってきたので、周りの景色、また楽しんでください。ここから到着まで、はい、景色の、はい、ドライブ映像を作りますので、またお楽しみください。それではどうぞ。じゃん。はい、着きましたよ。林おっさんが出てきましたね。はい、とりあえず赤ソフトをついたんで、今からセッティングしましょう。今日はいつもと違うところ来てますよ。よいしょ。いつもね、向こうの対岸の方がいつもの定番なんやけど、いつもこっちの方、船釣りのお父さんたちがね、追って入れないところなんですけど、今日誰もいなくて、雪ですよ。真っ白でしょう。この雪の中で頑張ってみたいと思います。今日はどんな感じになるかな。まあね、今日も何にも取れ高のない状態になると予想してますけどね。じゃあ今から、マコジンの道具はね、もうここまで持ってきてあるんで、今からここで、セッティングして、また後ほどお届けしますよ。はい、全体どうですか。この雪綺麗じゃないですか。この雪景色ね、全部周り木も真っ白ですよ。気持ちいいですよ。はい、こんなとこなんでね。では今から準備したいと思います。はい、それでは今から、仕掛けの紅刺しの針目の付け方、まあ、前回もやってますけど、今回もね、こんな感じで紅刺しの頭とお尻からこんな感じで、はい、つけます。そしてこの真ん中を直近、こんな感じでね、全部つけていきます。ちょっと話聞いたんですけど、だから大体今30から50ぐらいかなーって1日でね、やっぱそれだけちょっと数が少ない感じです。じゃあ今から投げて順番釣っていきますよ。1匹ゲットですよ。はいはいはい、今日の1匹目ゲットですよ。ね、この調子で釣れてくれると嬉しいけどね。おう、はいはいはい。